新居浜市の人形店では来年の桃の節句に向けひな人形の組み立て作業が追い込みに入っています。新居浜市萩生の人形と鯉のぼりの村上新居浜店では今年10月中旬から始めたひな人形の組み立て作業が現在追い込みの時期を迎えています。この日も4人の職人たちが十二人絵にアイロンをかけたり見栄えを整えたりするなど熟練の手つきで人形を完成させていました。中でも頭を胴体に取り付ける頭刺しと呼ばれる工程は顔の微妙な角度で人形の表情が決まるため職人たちは真剣な表情で作業に取り組んでいました。今年のひな人形は白を基調とした淡く明るい色合いの新納飾りが主流で人形を置く台がそのまま収納箱にもなる収納飾りが人気ということです。お顔をまっすぐ刺すのが一番難しいのでそこを頑張ってやってます。楽しいひな祭りを送ってもらいたいのでいいものをやっぱりお子さんに届けたいです。特に売れ筋は15万円から20万円の新納飾りということで今年は例年並みの500セットの販売を見込んでいます。ひな人形の組み立て作業は今月29日まで忙しい日が続きます。